では早速例題1番、右の図のような直方体を組み合わせた立体があります。この立体の体積と表面積を求めなさいという問題ですね。うん、じゃあまず体積からね、考えてみましょう。体積、体積、体積はね、まあ、どこを底面積として考えるかってことだよね。ね、底面、底面をね、この上の面で考えてみよう。ね、この面。じゃあ底面積はね、10×6 引くね、3×3。ちょっとこっち書いてみる。16に で、ここが33。底面積、上から見るとこういうことだよね。なのでこの長方形からこの、まあ、正方形引いてあげればいいね。なので 10×6 引く 3×3、 これが底面積。底面積かける高さ、高さ5センチ、ね、これを計算すると 255。 これ単位に絶対気をつけてね。体積表面積ってなるとね、もうちっちゃな違いなんだけども、これは立方センチメートルだよね。これよく間違うんだよ、気をつけて。先生もね、もしかしたら間違うかもしれないけども気をつけます。みんなはね、ちゃんと間違えない。うん、で次、表面積。表面積はね、表面積はこれね、覚えてて、こういう複雑な図形だとね、まあ柱体、柱の形ね、の底面積を求める場合は、底面積はこれ、底面と蓋が、蓋もあるよね、底と蓋なので、底面積かける2、書いておく。表面積は底面積かける2足すね、あとこれぐるーっとこう側面を足してやればいい、ね、でも側面はこれ展開図にして広げてあげると高さが一緒なのでね、これ高さかけるね、これ長さ、これは側面、底面の周りの長さっていうふうに考えられるよね。側展開図にしたときに高さ、これ共通でね、で横の長さは底面の周りの長さ、周りの長さね、こういうふうに計算してあげる方が楽です。まあ一個一個求めてたら大変なんでね。じゃあまず底面積は、まあ、さっきここで求めたよね、 10×6 引く 3×3、ね、これは底面積、これが2つと、ね、高さをかける、ね、底面の周りの長さ、ここで底面の周りの長さを考えるんだけど、これ6足す10足す、ここが3と3足す3足すってやってるとね、大変だよ。まあ大変でもないかもしれないけども、これね、コツ、ちょっとこの図を見てもらうと分かるけどね、これここに動かして3、こうやって動かすと長方形になるよね。ね、長方形になるってことは、これ縦が6、横が10の長方形の周りの長さっていうふうに考えられるんで、6足す10かける2ね、こうやって計算できるよね。これ計算すると、102足す、こっちが、160で262平方センチメートルね、平方センチメートル、
表面積ですよね。いいかな。うん。